でさ、ツイッターが使えなくなった時のためにスレッズ始めてみたんだけど、インスタのアカウントがいるみたいだし、なんか妙なおしゃれ感があるんだよね。ふん、私からしたらどれもミクシーみたいなものにしか見えないわね。キツネさん、それはさすがに時代に取り残されすぎなのでは。でも、まだ全然人がいないから、初期のインターネット感あってそれは良かったんだけど。ひぃ、ヤブの方に何かいるんですけど。むむ、この音は動物っぽいわね。ケルル。あら、この鳥は。というわけで今回は、ヨシゴイについて紹介するわ。初めて見た鳥なんだけど、キツネさん知ってるの？そりゃあもちろん、私たちにも似た能力を持っているからね。似た能力？ヨシゴイは別名、忍者鳥とも呼ばれる変幻自在な鳥なんだけど、まだまだ全然知らない人ばかりだと思うから、彼らの生態と魅力についてたっぷり解説するわ。ヨシゴイは、ペリカンモクサギ科ヨシゴイ属に分類される鳥の一種で、全長31から38センチ、翼を広げると53センチになる中から大型の渡り鳥。背中の羽毛は茶色がかった褐色で、お腹側はクリーム色、オレンジがかった黄色のくちばしを持ち、生息地はインド、インドネシア、タイ、中国、韓国などのアジア圏に広く分布しており、日本にも夏になると繁殖のためにやってきて、5から8月に3から7個の卵を産んで、オスとメス交代で卵を温める。こう見えて長距離を移動するのよ。へ、全然見たことなかったけど、日本にも来るんだね。ヨシゴイは主に、湿原や湖、池や水田などに生息しているんだけど、開けた場所に姿を現さないこと、都市部ではこのような生息地が減少していることもあり、田んぼが近くにあるところで生活している人しか最近は見かけないかもしれないわね。ところで、このヨシゴイを見てからずっと思ってたことあるんだけど、くちばしは確かにペリカンっぽいし、鳥の一種なのもわかるけど、なんかじわじわ来るというか、スーパーで見たことあるような既視感が。それってもしかして、これのことかしらね。あ、これこれ、これなんだっけ。これは、生姜の仲間の一種の植物、ミョウガネ。天ぷらや酢の物の具、刺身の妻やカツオのたたきに添えて美味しい食材だけど、実は食用に栽培しているのは日本だけで、生姜に似た爽やかな香りと歯触りが心地いいわね。なんか形とか色めっちゃ似てない？そうとしか見えなくなってきたんですけど。やっぱり、タヌキさんにもそう見えるのね。実はこのヨシゴイ、ミョウガニ色彩や模様が似てるとネタにされている鳥でもあって、ネットでは、ミョウガニ姿が似ていることから、ミョウガの妖精と話題になり、SNS では、ミョウガの番人、ミョウガ仙人な貫禄も持ち合わせてる鳥さんだな。あ、立派なミョウガ、かと思いきや、ミゾゴイとかなんとかゴイ。ミョウガ見てたらヨシゴイ食べたくなった。逆。そのネタにされっぷりから、クックパッドにはミョウガから切り出すヨシゴイの作り方もあったわ。もはやそのものじゃん。とまあその見た目からネタにされがちな彼らだけど、ミョウガ、じゃなくてヨシゴイは、人間があっと驚くような武器をいくつも持ってるのよ。僕ももう、どっちがどっちだかわからなくなってきた。ヨシゴイのすごい武器その1、獲物を捕らえる伸縮自在の首。ひょえー、これ首の部分どうなってるの？ヨシゴイたちは普段、魚や昆虫、甲殻類やカエルなどの小型両生類などを食べているんだけど、フラミンゴのように、もともと長い首を水面に伸ばすのではなく、近くに獲物が来るまでじっと待ち、首自体を指示棒のように、ミョーンと素早く伸ばして捕食するわ。あ、あのカモみたいな体型から、どうやってこんな首が伸びるのか。それは、ヨシゴイの骨格を見ればすぐに理由がわかるんだけど、このように、通常時の羽毛の中には、折りたたまれた長い首の骨が隠れていて、これを全力で伸ばすことで、一気に水中の獲物を捕らえることができるのよ。ミョウガで例えるなら、こんな風に首が伸びている感じかしらね。ミョウガで例える必要ある？というかミョウガの首って何？このおはぎか、狩りの成功率は驚異の 90% で、カワセミやチーターより成功率が高く、ヨシゴイの親はヒナのため、1日200匹もの魚を捕まえるというわ。確かにそう言われれば、ペリカンとかもぐーんと首を伸ばして餌を食べてるよね。でも、人間の首とかせいぜい伸ばしても数センチぐらいしか伸びなくない？そうね。だけど、人間を含む哺乳類と鳥類は全く違う進化の道をたどってきた生き物。同じ地球に住む仲良し関係ではあるものの、その骨格は全然違っているわ。人間の首の骨とヨシゴイの首の骨を比べてみるとこの通り。人間の首の骨、頸椎は、7つの骨で構成されていて、頭を上げ下げしたり横に倒したりと。
蛇腹のホースのような役割を果たす柔軟性があるんだけど、哺乳類の頸椎の数は人間も犬も猫もあのキリンでも7個と決まっているのよ。え？ってことはキリンの首の骨ってものすごく一つ一つが長いってこと？そういうこと。哺乳類は決まった数の頸椎の中で太さや長さで首の長さを変えているのに対し、鳥類の頸椎の数はなんと11から25個と幅広く、哺乳類よりも圧倒的に数が多いわ。そのため2から3倍もの柔軟性を誇り、頭の上下や伸ばしたりも自由自在。カモは休むとき首を後ろ向きに180度回転させてすやすや眠っているけど、人間がせいぜい横向き90度にしか首を回転できないのは頸椎の数に秘密があるのよ。そう考えたらめっちゃすごい武器じゃん。見た目はちょっとシュールであれだけど。ヨシゴイのすごい武器その2、天敵の目を欺く完璧すぎる擬態。見てみなさいタヌキさん、このヨシゴイの完璧すぎる擬態を。これ突っ込むところめっちゃバレバレなんですけど。は、間違えたわ。こっちの写真だとどうかしらね。普通に目立ってるんですけど。それじゃあこっちは。これでも割とバレバレなような完璧すぎる擬態とは。実はこれでもヨシゴイたちからすると全力で擬態してる姿なのよね。これで全力？全然隠れられてないじゃん。ヨシゴイはその名前にもついているようにヨシ、アシと呼ばれるイネ科植物に紛れるわ。ヨシは3月に芽をつけ、7月まで成長し、5メートル近くまで成長するんだけど、これがたくさん生えているヨシワラの藪に潜み、天敵の目をかいくぐっているわ。普段はミョウガ体型だけど、危険を感じると、瞬時に首をすっと伸ばし、風に揺られるヨシの動きに合わせて、ゆらゆら揺れながら擬態してやり過ごしているのよ。これで絶滅しなかったのが不思議なんですけど。ネット上でも、これで全力の擬態なのかと同情する声がたくさん寄せられることに。確かに生き生きとした緑色のヨシの中では、茶色のヨシゴイは目立ってしまうけど、秋頃になって穂をつけた後、小さな花をつけ枯れてくると、ヨシ原が全体的に茶色っぽくなって、ヨシゴイが擬態しやすい環境になるわ。ほら、同じヤブの中にミョウガが擬態してても全然気づかないでしょ。ミョウガの擬態って何？というか横に並べる必要ある？というか環境が整うのが秋頃って、夏にだけ来る渡り鳥なら遅すぎるのでは？まあまあ、細かいことは気にしちゃダメよタヌキさん。そもそもヨシゴイの天敵ってどんな生き物なの？彼らの天敵となるのはミサゴなど、タカ類の猛禽類などが挙げられるわ。確かに日本だと擬態に適した環境が整うのが秋頃と少し遅くなるんだけど、ミサゴなどの天敵も渡り鳥として極地を除く世界中の亜寒帯から温帯地域まで幅広く生息するため、ヨシゴイは常に自然環境を利用しながらミサゴから逃げる必要があるのよ。うむ、これは強そう。大昔のヨシゴイたちはどんどん彼らに狩られ数を減らしていたものの、いつしかヨシに似た模様の個体が現れ、その子たちがヨシに擬態して生き残った結果、擬態を得意とするミョウガの妖精が進化で生まれたんだと思うわ。進化の方向性、それでちゃんと合ってる？ヨシゴイのすごい武器その3、隠密に長けた自在な足。何この変なガニ股。彼らはヨシ以外にも様々な植物をうまく利用することが確認されていて、池や沼ではハスなど茎の太い水生植物に捕まったり、水草の上に立って獲物を待っているわ。その時スラッとした長い足がこれまた役立つんだけど、このように鳥とは思えない人間臭いガニ股の写真が投稿されて注目を集めることに、ポケットに手を突っ込んだおじさんのような立ち姿で世界中で爆笑され、海外では西部劇のガンマンのコラ画像が作られたり、目からビームを出して街中で暴れる面白画像が作られているわ。とんでもないメタ生物だった。ただこれは厳密に言うとガニ股ではないのよね。そうなの？ガニ股というとこういう股関節から直角に足が曲がったようなガニ歩き状態を指しているけど、人と鳥の骨格を一つずつ見比べてみるとガニ股じゃないことがわかるわ。ほほう。実際に鳥と人間の下半身の骨を比べてみるとこんな感じ。人間でいうところの太もも大腿骨はそもそも羽毛の中に隠れて見えていなくて、ヨシゴイの太ももに見えてる部分は実はすねの脛骨にあたるわ。ほんとだ、そもそも太もも見えてなかったんだ。ん？それじゃあそこから下の足の部分は一体どうなってるの？ヨシゴイのここを太ももと勘違いすると膝が逆関節的に折れ曲がっているように見えるけど、実はそこは人間でいうところのかかとで、人間が靴を履いている足の部分がすごく伸びているのよ。すねの部分と誤解されているのは
とても長い足の甲で、そこから指が伸びている。つまり、ガニ股だと勘違いしているのは人間だけで、鳥たちからすれば、足を外側に向けて立っているだけに過ぎないのよね。鳥と人間で、こんなに骨の構造って違うんだ。ヨシゴイはこのように、首の柔軟性を生かした狩りの上手なハンター。天敵の目を欺き、擬態を得意とする忍者、自由自在な長い足を生かしていることから、古くから忍者鳥と呼ばれて特別扱いされていたものの、ネットではミョウガの妖精だけでなく、ガニ股おじさんなどの異名が付けられ。ヨシゴイさん、リアル見たことあるけどなんかもう、ってなった後、呼吸困難に陥るほど笑いました。ごめんなさい。完全に親父やん。ポッケに手を突っ込んでガニ股で歩いてるみたい。こんなおじさんいるなと思って、ヨシゴイ、検索してみました。おじさんとも呼ばれてるらしいですね。ガニ股姿、気に入ってしまいそうです。ヨシゴイちゃんもそうだけど、やっぱペリカン目はどこか変で可愛い。もはや同情心が湧いてきた。さて、そんなネット上の笑い者になっているヨシゴイなんだけど、実は名前の由来は、由緒ある特別なものだったりするのよね。そういえばヨシの部分は分かったけど、ゴイの部分は何なんだろう。魚の鯉とセットにすると映えるから、そうついたとか？まあこれは予想が難しいと思うけど、漢数字の5の位と書いて、ゴイ、になるわ。ゴイ？このゴイとは、7世紀後期の日本の律令制で決まった、位の高さを示す位階のことで。その昔、醍醐天皇が、神泉苑に足を運んだところ、サギを池に見つけ。あのサギを私のところに連れてまいれ。と、仕えている役人に命じることに。天皇の命令とあれば、役人がもちろん拒否することはできないわけで。いや、さすがに素手じゃ無理だろ。常識的に考えて。と思ったものの、役人がその鳥に近づき、飛び立とうとする前に。陛下のご命令であるぞ。そう告げた瞬間、それを理解したかのように、ずっと捕まえられ、天皇のもとに連れて行くと。そなたが命令に従って、私の前に参ったことは神妙である。そなたに、ゴイの冠を授けよう。と、名のない詐欺に、ゴイの名前を授けたという逸話があるのよ。へえ、まあゴイぐらいならあげてもいいって感じだったのかな。ちなみに1位から5位までは貴族に与えられるくらいなのよ。貴族クラスに偉い鳥だったの。しかも、その詐欺を捕まえた役人は6位だったそうよ。鳥以下の位の役人って、なんだか不憫。ただ、このエピソードはヨシゴイではなくゴイサギという、同じく、ペリカンモクサギ科に分類されている鳥のものだとも言われているわ。ゴイってつく鳥って他にもいるの？ええ、そりゃあもうたくさんいるわよ。まずは同じくサギ科のミゾゴイ。全長49センチ、赤茶色の羽毛を持つのが特徴で、標高1000メートル以下の森林に生息し、日本を含むアジア圏に分布し、冬になるとフィリピンへと南下するわ。ミゾゴイの仲間には、頭が黒いツグロミゾゴイもいるわね。次はササゴイ。サギの仲間で、全長40から52センチ、アフリカ大陸やアメリカ大陸、ユーラシア大陸に広く分布する。日本でも夏に、本州から九州にかけてやってくる渡り鳥ね。次はコヨシゴイ。名前に小とつくだけあって、サギ科の中で最も小さく、体長約30センチほど。ヨシゴイと生態は似ているけど、アメリカ大陸の南北を行き来する渡り鳥よ。そして最後はサンカノゴイ。ユーラシア大陸中部からアフリカ大陸で繁殖する、全長約70センチの大型のサギで、日本でも4から7月にかけて、枯れ草やヨシの茎などを使って巣作りするわ。名前にゴイとつく鳥を一覧にすると、ざっとこんな感じで。他にもヒロハシゴイ、セジロゴイ、ミノゴイなどなど、約20種はゴイとつく鳥がいるわね。ゴイシリーズ、完成していたの？以上がヨシゴイについての紹介よ。ここまでの話でヨシゴイに興味を持って、飼いたいと思った人もいるかもしれないけど、野鳥たちは鳥獣保護法の関係で、ペット目的の飼育はできないわ。ゴイサギは多くの動物園が飼育しているから、ヨシゴイを展示してる施設もあるかもしれないけど、私が調べた範囲では見つからなかったわね。最近では、ヨシ原や生息地の破壊によって個体数も減りつつあるものの、時期と環境さえ合えば、野生のヨシゴイに出会えるチャンスはいくらでもあるから、ぜひ双眼鏡を片手に、水田や池のある場所を散策して出会ってほしいわね。体が異常に伸びたり、擬態が下手だったり、面白い鳥だったけど、やっぱり何度見てもミョウガがよぎるな。
この動画を見ている視聴者さんも同じことを思ってそうだけど、実際この模様と擬態能力は優れたもので、本気で紛れたらなかなか見つからないのよ。そうなの？だってほら、このミョウガの山を見てみなさいよ。これはどう見てもカゴいっぱいのミョウガの写真。この中をじっと観察してみると、ほら、こことここにヨシゴイが隠れていることがわかるでしょ。ほんとだ。というか1匹はわかったけど、2匹隠れてるのずるすぎでしょ。こうした擬態能力もヨシゴイに限らず、進化の中で偶然生まれた、自然が生み出した奇跡であり、ヨシゴイたちもそれを武器にして、自然にあるものと己の姿形を重ね合わせ、天敵の目を欺くため、柔軟な首を伸ばして細くなったり、忍者のように影に隠れながら、今日を精一杯生きるため、この星のどこかで頑張っているのでしょうね。ミョウガに隠れながら頑張って生き抜いてほしい。ヨシゴイは別にミョウガに隠れて生きてるわけじゃないんですけど。ほえ、